こんにちは、夢参加なビートルズワールドニュースです。AI 音声ですが、最後まで聞いてくださいね。今回は、ポールマッカートニー、キャリアを網羅した7シングルズレコードボックスセットを発表の話題です。このボックスセットに収録されている曲で楽しい思い出が蘇ることを願っています。ポールマッカートニーがザ7シングルズという新しいレコード、ボックスセットを発表した。 元ビートルズでソロに転校した彼は、この特別なコレクションを12月2日にリリースする。3000枚限定のこの商品は、マッカートニーが個人的にキュレーションした80枚のキャリアを網羅する7インチシングルで構成されています。ザナナシングルズは全体で163曲、マッカのソロアーティストとしての半世紀の音楽が合計10時間収録されている。さらに、各ボックスには、 シングルのうちの1枚の独占テストプレスがランダムで入っている。また、プレスリリースによると、ファンはマッカートニーによる序文、音楽ジャーナリストのロブ・シェフィールドによるエッセイ、豊富なチャート情報、ライナーノート、公式アートワークを含む148ページの本を入手することができる。物理的なリリースが予定されているだけでなく、 ザナナシングルズは12月2日に主要なストリーミングプラットフォームで配信される予定です。新しいボックスセットのプレビューとして、マッカは本日、11月10日、アンクル・アルバートイュイン・オフ・アドミラル・ハルシーとトゥーメニー・ピープルの2022年モノラルリマスターを公開した。このボックスセットに収録されている楽曲が、 あなたにも楽しい思い出を蘇らせてくれることを願っていますとマッカートニーは声明を出している。マッカートニーは2020年12月に18枚目のソロスタジオアルバムマッカートニーさんをリリース。このレコードで、マッカートニー、1970年、マッカートニーに、1980年、から始まった三部作が完成した。最新作にして最終作の4つ星レビューで NME は、 未来の考古学者がこの3枚のアルバムシリーズを彼のソロ半世紀の重要な目印とするならば、ポール・マッカートニーは決して解放をやめなかったと結論づけるだろう。と書いている。この夏、ポール・マッカートニーはガラストンベリー2022で大規模なヘッドライン、セットを披露した。ピラミッドステージのスペクタクルでは、ミュージシャンはサプライズゲストとしてデイブ・グロールとブルース・スプリングスティーンを招き、 コ・ジョン・レノンと事実上のデュエットをしました。なお、輸入版ユニバーサルミュージックストア限定版 80EP は、11万円で予約を開始しています。以上、ポール・マッカートに、キャリアを網羅した7シングルズレコードボックスセットを発表の話題でした。今日も、AI 音声にもかかわらず、最後まで聞いていただきありがとうございます。これからも、ビートルズワールドニュースを掲載しますので、 またご覧になってください。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。